とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきましょう。さあ、今日は古代狩りやっていきたいと思います。このサブアカウントとメイン同時に入っていくというやり方でやっていきますね。とりあえず今回は、勇者行くかな。勇者、あとショート冒険もねやりたいんだよね。一応素材は、もう集め終わってるのでどっちともいけるので、まあ、それで回ってみたいと思います。うん、3時間ぐらい回ってみると多分1個ぐらいは出てきてくれるんじゃない。はい、ということで3時間ほど周回してみましょう。それでは戻ってきましたね。だいたい3時間ぐらいやったかな。うん、10周ちょっと回れたと思います。では見ていきましょう。結構出てるね。結構出たと思う。では上からいきますか。ミステリーは、クールダウンがまずついておりません。ダメです。英雄、クールダウンもポーションバリアもなし。冒険者全然いらない。おー、6% 吸収と 35% ダメージ軽減。あー、まあウィザーだね。ウィザーですね。で、クールダウン、ポーションバリア、あー、まあ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 使えないこともないけど実際はいらないかな。まあまあ一応取っときますか。多分売るだろうけどね。で、ショートボウ、何もついておりません。勇者、クールダウンなし。英雄、クールダウン、ポーションバリアなし。ダメですね。なんかつかないね。これは、まずまずスキルがダメです。ショートボウ良くない。機械仕掛け。うわー、つかないね。今回、ショートボウ系があまりよろしくないかもしんない。35% 軽減。あー、クールダウン、つかない。あ、これクールダウンある。わ、無謀もいいんじゃない？クールダウン無謀を、激光とかいいんじゃないかな。ポーションバリアつけば、当たり。あー、いらないね。スピードシナジーか、いりません。パープルストーム、アーティファクトチャージのみですね。で、こっち、あ、このアイドスペルボーは、まあまあまあ、使えますね。アーティファクトチャージ、アーティファクトチャージと、クールダウンショット。で、黄金でマルチショット。だね。ここがね、バーストボーストリングだったら最高だったかな。愛のスペル棒は、激怒がついてるので、これに、マルチショット付きってなかなか強いからね。まあまあ、使えるんじゃないっすか。いいんじゃない。オッケー。で、機械仕掛けよろしくない。あー、クールダウンショットのみですね。あ、もうちょっとで終わります。パープルストーム、ダメ。ロールチャージのみ。勇者ついてないね。ついておりません。あ、なんかもうちょっと出た気がするけどな。下の方にあったりする？あ、ないか。あ、いや、あるある、この辺、この辺、この辺。あった、あった、あった。多分この辺もだ。うん、この辺、この辺。ロールチャージのみいりません。なんか、バラバラになったりするんだよね、たまに。おかしいな。ロールチャージのみです。いりません。あー、惜しいね。黄金での、ポーションバリア、ついてるけども、クールダウンがない。反逆者もクールダウンなし。うん、全部ついてない。あー、よろしくないね。やっぱりつかないのかなあんまり。うん、勇者英雄に今日は、あんまりいいのがつかないっぽいですね。ダメ。こっちは？あ、こっちもダメか。はい。こんなもんでしたね。とりあえずミステリーの、あ、ミステリーの、ウィザーと同じ性能の、クールダウンとポーションバリア。と、まあ、防護だろうね。がついてます。はい。とりあえずこれと、愛のスペル棒の、クールダウンショット、アーティファクトチャージ。で、マルチショットかな。
が出ました。この二つです。まあまあまあ、二ついいのが出たっていうのは、そこそこいいんじゃないですかね。では、次、サブアカ、見ていきましょう。では次、サブアカですね。結構出てると思います。うん。これも下の方にもしあったりする?あ、下にはないですね。全部で何個出てるんだろう?かなり出てるよね。1、2、3、4、5、6、7、8、24個、出ております。いいね。上から見ていきましょう。よろしくない。クールダウンなしですね。これも、クールダウン、ポーションバリアなし。アーティファクトチャージのみ。こっちも、クールダウン、ポーションバリアなしですね。勇者英雄がちょっと調子が悪いな、今日は。これもダメ。クールダウンショットがない。あ、ポーションバリアはついてる。ポーションバリアついてるけども、クールダウンなし。あー、こっちはクールダウンだけだ。やっぱうまいこといかないよね。うまいこといきません。あ、バーストボーストリングのみ。なんか、それのみってやつが多いね。愛のスペルダメ。ショートボーイ違う。あ、6%吸収ついてるけども、エンチャントは一つもいいのがついておりません。こっちは、まあまあまあ、一番左のエンチャントに、ポーションバリアがあればよかったかな。デスバーターと、ドッグフォーカスで、まあまあ使えたかな。はい、惜しいね、惜しい。バーストボーストリングのみ。次は、おどうだ?なんか違ったっぽい。クールダウンがつかないね。こっちもダメです。うわうわ、もうあんまないじゃない?ほぼないわ。アーティファクトチャージのみ。こっちどうだ?ポーションのクールダウンとアーティファクトのクールダウンがついてるね。でもポーションバリアがないんだ。ポーションのクールダウンはいいんだけどね。うん、惜しい、惜しい。で、こっちは、クールダウンついてる。ポーションバリア。ないですね。こっちは、クールダウン。意外といい、意外といいよ、今回。全くつかないっていうわけじゃないからね。どうだ?幸運さんか。あ、よかったね。これ、エンチャント一番右あたりに、ポーションバリアで正解だったな。ダメです。惜しい、惜しい。あ、これは何もついておりませんね。あと3つ。クールダウン、ポーションバリアなし。ショートボー。これはまず何もなし。最後。ポーションバリアのみ。ですね。うん。1個も余りませんでした。ということで、今日は3時間ぐらい回りまして、メインの方で、二つ、いいのが出てましたね。うん。あの愛のスペル棒は、ちょっと使えるんじゃない？マルチショットついてるし。まあ、できれば、あと一つ、バーストボーストリングあれば最高だったんですけども。まあ、そこそこ良かったんではないでしょうか。はい。ということで、今日はこんな感じです。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。